生では誰でもが落ち込んでいる。私たちは歌うからまだ希望がある。拝啓この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の気分に当てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今化けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど、言葉を信じ歩けばいいの。